はい、おはようございます。えっ、ー、と、今からですね、えーえー、仕事の話、えー、人生の話、全部にこれ実践版で役に立ちます。えー、100回聞いてくださいという話です。で、簡単な話ですけど、簡単な話を100回聞くというところに、えー、良さがありますからね。えー、よく人は夢が必要ですよっていうのを聞いたことあると思うんだけど、なぜ人は夢が必要なんでしょうか それを考えた人はいますか実は若い人は夢持たなきゃダメだよとか、あんたなんか夢あるとかって言いますよね。例えば自分はニューヨーク行って家事の人だったらニューヨーク行ってレッスンしたいんだ。それも夢だよね。で、夢を持っちゃいけないって言ってんじゃないんだよ。ところがよく考えてみると、本当に幸せな人、本当に幸せな人に、あなたの今の夢は、実は夢はないの。 夢が欲しくて夢を語ってる人って大体今不幸な人が多いの。うんね、そうすると、ああ、夢って本当は今から逃れたいんだかもわからない、ね。で、夢のことはどう,うでもいいね。夢があっちゃいけないって言ってんじゃないのね。何でもちょっと深く追求してみるといろんなことが分かってくる。うんえー、彼氏が欲しい。 車が欲しいハンドバッグが欲しい、えー、彼氏っていうのはもしかするとものかもわからないねだからハンドバッグを手に入れてうわーって喜んでせいぜいせいぜい1ヶ月か1ヶ月経ったないのかぐらい彼氏ができてわーって嬉しいって言うけど外見的なもんって大して嬉しくないのしばらくちょっと飽きるの ところが。向上。人間が向上することは飽きない。だ仕事でも、えー。遊びってね。自由奔放に。ね。あの。スキーでも何のほうなんだよ。毎日ね、三か月百日ぐらい行くと、ね、大体飽きてくる。 ね、で仕事って飽きないのでなぜ仕事が飽きないかっていうと仕事をひたすら一生懸命やってくると面白くなってくるだから仕事が面白くないんですっていう人がいたら実は一生懸命やってないので一生懸命やると面白くなるというのが仕事の性質なのねでも 急に面白くなるって言われてもなんだかよく分かんないと思うんで面白くなるコツねコツを教えてあげるからねで一番わかりやすい例で例えばラーメン屋さんだとするで一番仕事ね一番この店見ててこの店ダメだっていうのが例えば 一人でできそうなのに二人いる。二人でできるのに四人いる。すると、一人でできるのになぜ二人いるんですかってっと混んだ時に一時,一時期混む時期ってあるの。で、混んだ時に困るからと言って人を一人雇う。ね。ところが、混んだ時に自分一人でやるんだ。 っっっててていうこととなって中でカウンターやってるとするすそうするとお水がお客に出せないからというとお水セルフサービスでお水をどうぞとかって書いてお水はセルフサービスになってます紙の紙の書き方でアキンドの腕が分かる例えばこの水は何とかかんとかですごく冷たくて美味しい水です 何倍でも50両お召し上がりくださいとか絶対おいしい水ですからとか体に何とかの水ですとかって言ったとすれば相手ってそうか親切だなとかいい店だなと思うんだよねだから張り紙一つで感じ悪いと思われるかどうか、ね、それとカウンターの中で自分がおそば屋さんでお蕎麦作ってて相手に入って渡す時に。 かかなんかに入れててあげてはいお客さんどうぞできましたよって言えばお客が「はいそうですか?」って取りに来てくれるのか分かんない。ねその時に洗いながら必ず一言かける初めてのお客さんなお客さんえー、近所ですか?」とか「えー、そんな遠くから来てくれたの?で」っなんか用事でもあったんですか?」って手を動かしながら口を動かすの。 と2人前働「いてくると思ういや1年に1回ぐらいこっちへ来るんだよ」ああそうですかじゃあ来年でもまた寄ってくださいね」って言えばいいんだよ。1年ぐぐらいすぐ経つんだから、ね、えー、えー、例えば薫、まあ、ちゃんとかとも子ちゃんでもんでもいいやなん,かなんか女の人がなんかいるとしたら「いや最近1週間以上来ないから心配してたんだよどうしたの?」とか このの。一言なのそうすると、ラーメン屋が2軒浮かんだときに、もうしばらく来ないから心配してたんだよとかって言ってくれたところに、どうせだったら行こうって気になるの。だから、正直言うと、味なんかまずくなきゃいいの。それを味ばっかし研究してて、顔とか笑顔とか、その一言を研究してないんだよ。それより、こうやって一人で働きながらでも、ああ、しばらくだかない、なんとかちゃんしばらく来ないから心配してたよとか。 お客さん、しばらく売りですね、とか。たったこの一言なの。で、この一言をかけるかどうかで来るんだよ。そうすると、自分が普通だと、もう一人雇わなきゃなんだ一人15万だとすると、1年間で180万給料払うんだよ。その180万が貯金として残るか、180万出てくかなんだよ。で、一人で2人前働くとどうなるかっていうと、 ね、どうしても忙しくなっちゃってもう一人雇うってった時には必ず2人で4人前の仕事ができるんだよ、ね、だから企業なんていうのは時給900円だとすると「10時から来てね」とかって言うけど10時から来るとこは9時から来てって言えばいいんだよたったあと900円余分に出すんだよで店の掃除やなんか手伝いながら「うちの会社はね笑顔なんだよ」 それからお客さんに一言こんなことかけて,ってもしそれを言えるようになったらもう起業家なんだよそうするとその人間は企業だから相手にも声かけてこうやってって楽しくてしょうがないんだよだから自分が2人前働いて2人だったら4人前働く会社でそれをみんなで楽しみにできればいいんだよたったそれだけができれば商売なんか繁盛するんだよねで。 大きくなってきたら、じゃあ社長の俺がもう一回出てくから、今度、お前店長でここ任せるよって言った時、今まで笑顔でやってたんだから、笑顔にやるに決まってんだよ。その時、たった一個、ゲームを作っていてあげればいいんだよ。ラーメン屋で5万円行ったら、うちの会社、だいたい5万円行上お大入りなんだとすると、1ヶ月に25日は5万円行きましょうとかっていうゲームをする。 そうすればゲームになっっててるるとやってるんだよその時下手な経営者っていうのはそれを表にねねお客さんが喜んでくれ,くれたゲームとか、ね、何なのってそれをずーっと1234って31日まで数字書いて行った時に赤いバラかなんかかだっていくとお客が興味を引くようにねマスターあれ何とかつったら「いやうち あの、なんつうの、5万円まで行くとお客さんが喜んで来てくれる証だから、大入りが出るんです100円ですよって、少なきゃ少ないほどいいんだよ。そうお客を巻き込まなきゃいけないんだよ。でお,お客さんもあの来てねとか、もうじき日本で一番になるから、2軒しかなくたって一番なんだから、もうじき日本一に誰かわかんないからね、うち今向こうと戦ってんだよとか、言うとお、そうか、じゃあ来るよとかって人間ってのはそういうもんなんだよ。ね。で、に 今月の生まれで「いや今月は目標達成したよ」とかって言った時面白いもんで31日に結果が出たとしたら1日になると「おかげさまでうちは勝てましたからねと」とで31日に来た人に大入り袋に入れて「これ縁起物ですか?」って5円しか入ってなくたって5円のものずーっと袋配っただけで「おあそうかえ」って「よかったね」とかって「これ気持ちですから」ってなるんで,でそれは1日にしか配らないよってことにしとくと1日はそういうもんだと思うんだよ。 ところが、いつも来てたくれた人にね、ねあ、鈴木さん、この前の、あれ、おかげさまで行ったから、鈴木さんでも取っといたからねって、配ると、たとえ5円でも嬉しいんだよ。500円ぐらいに感じるんだよ。それは、やたらめたらなんていうの、そういうことないと、値下げばっかりすること考えてるけど、月に5円値下げしたからって、お客って喜ばないよって。だから、お客が喜んでくれるんだよ。 で従業員が倍働けばいいんだよ。ってことは従業員が3人になった時は6人分働いてることになるんだよ。だから起業家って何ですかって言ったら自分が倍働いてお客に感じよくてそれを従業員にもあんたたちもそうしなさいって教育ができたら起業家なんだよ。だから張り紙を見,見たらどのぐらいの腕か分かる従業員の顔を見たら経営者がどのぐらいの腕か分かるんだよ。 あこれはせいぜい何ていの何百万しかお金貯められない経営者だなこの人は何千万だな何億だなってだとそれが分かるだけなのだ,だから張り紙一枚見たら経営者の腕って分かるので一番いけないのは社長が倍働かない人なので倍働いてないからね忙しくなったら時のため考えて忙しくなってなるのは当たり前なの それをお給料払ってって言うぐらいの人だから教育もできないの。たったこれだけのことなの。で、そんなに難しいことではないんだよ。だから今言ったことをこんな簡単な話なんだけど、簡単な話でも100回聞かなきゃいけないの。で、簡単な話だからってこっちから聞いてこっちに抜かしだったらダメだけど、100回も聞くと1回聞くとね、100分の1ぐらい頭に残るの。で100回聞きゃ1回分ぐらい残る。 うん、だから商売ってそんなもんでお水一つセルフサービスにするっつってもこの書き方なの、ね、そうすると面白いもんだけど一生懸命こうやって働いてると中には、ね、お客さんのもんか,らんか手伝ってくれるやつが出てくる何十人かに一人は「ああいよ」っつってこうやって片付けてくれる人が出てくるでそういう人の中の何人かに一人は見かねで中で洗い物手伝ってくれる人がいる本当にいるの そうすると、そういう人に、あんたうちで働かないとかって言ったとき、喜んで働くようになって、それが自然の形で増えてくる。ね、だから、あの、人なんてそういう形で自然に集まるだから、自分が倍働き倍人に気を使えばいいの。ね。だから、洗い物しながら人声かけるの。だから、洗い物熱中しちゃってると声がかけられない。ダメなの。 それじゃ普通の人なのね洗い物しながらあ、手はもう慣れてんだから動くの。で、目も動かして口も動かすの。で、そんなにやったら大変じゃないです。楽しいの。洗い物ずっとやってたら、洗い物人間なんだよ。それより、あ、鈴木さん今日も元気そうですね。とか、来てくんないと寂しいですよ。ってもよっぽど楽しいんだよ。黙々と荒らせたら皿洗いの、皿洗いで人生って生きてんじゃないよ。あんたの顔見たい。って あんたと一声かけながら物を食べたい。ね、お疲れさんでした。どうしたのとか、手を動かしながら口も動かしたら人生むちゃくちゃ楽しいんだよ。ね。だから、その、せっかく楽しいことだよ。で、そこまでやれば仕事って面白いんだよ。で、いや、私は使われてる意だから、使われててもこれ聞いてた人がいたら一生懸命やんな。 そしたらあんたのこと会社でもみんなが大事にしてくれるしあんたが独立した時応援してくれるっつうのもいっぱいいるしねあのそこにこう繁盛するよっての働いてる間はね適当に働いてて自分がお店やった時だけねうまく繁盛させたらできないよ何でも練習ってのあんだよ、ね、だから自分がやる時よりだろう使われてる時より以上にやるじゃん。 教習所だっっててそうでしょって免許取りに立ったって実際にはも,も,もっと外走る何倍ぐらいの気使って全部技術を覚えてそれで外で運転できるんだよ。ね、中に働あの習ってる時いい加減に習って表出てったら車で事故起こすよそれと同じように使われて働いてる時いい加減で働いてた人間が自分で商売やってやったら事故起こすよ潰すよね、だからそのことも社会危機は分かると思うの。 だから楽しみながらこれ100回聞いてくれると仕事ってそんなことかそれと頭の中でそば屋の話して言うと「うちそば屋じゃないんですか私サラリーマンです」言っちゃダメだよ何でも聞いたらどうやってアレンジして応用しようかってことを考えなきゃダメだよねそんなこと言ったら職業別に合わせて全部同じ話しなきゃなんねんだから分かるかいだからそのこと頭しっかり入れてね、えー えー、聞いてくださいね、えー、100回聞きはね一、えー、回分ぐらい残るよっていうことですどうもはい追伸ですえっ、ー、と今のね、えー、ポップ書きの見てみるとねその人の腕がわかるっていう話したんだけど結局ポップ書きの下手な人ってのお店っての見てみると お店の要望ばっかり言って客が楽しくならならいんだよねそれからすごく下手なの。でこれがうまくなるコツっていうのがあって例えばあの、うん、同じ質問うん最下あの例えば社会議能のテープとかってあるんだけど同じ質問を100人から受けるとするんだよねそれを1日1人ずつ受けてて話してると実はあんまり上手くならない ところが一日10人ずつに質問を受けると10日で100人分受けることになるんで,で本当は一日20人ずつ受けると100人分5日で受けることになるそうするとそれを最初からポップに書こうじゃダメなのまず人間が一生懸命説明してみるそう説明の仕方がうまくなって相手が何を聞いてくるかそれに対する自分の説明がうまくなる と相手が何を聞きたかってるかもよく分かんないうちにポップを書いて紙で済まそうっていう気持ちが怠け心なのそうすると相手の聞きたいことがよく分かって自分の説明を見事に説明ができるようになった時初めてその言葉を書くのねだから自分がやりたくないから話すのが面倒くさいから紙で済まそうっていうのとは全然違うんだよもうその考え自体がもう失格なの ね、そうすると、相手の人にはこういうふうに書いて、相手はこういう質問していくか、これに対する一番感じのいい答えはこれなんだって分かったときに初めて書くの。で、紙に書いたから全部するのと思っちゃいけないの。紙に書いてもそれを読んで必ず人は質問するの。も短くなるよ、質問は。なぜかというと、物を知りたいのと同時に、あなたと喋りたいの。 で紙を見といてもう何の質問も出ないとしたら「俺の書いた紙は最高なんだ」じゃないの。あんたがブスッとしてるか口利くのを嫌な顔してるから人が質問しないの。その人が感じよかったら「あこれこういうことなんだ」例えば「えじゃあ100回聞いたら何があるの?」例えば「う人、ん、ひとりさんがずっと集まってくれてひとり会みたいにしてくれるの?」とかって言ったら「うんいやひとりさんにすごい忙しいからさ」 なんつうのいいテレップができたら、また回してくれるか、そのうちなんか、社会劇終わった人たちだけでパーティーやろうよとかって、なんかあるかわかんないけど、ともかく忙しいしただだからさ、とか。楽しい会話をしたいの。紙見たら質問が出ないんで、いい、いい紙じゃないんだよ。人は口を聞きたいの。ね。だから、より、より素晴らしい会話をするために、概略はわかってほしい。 そのために書くんで、口を聞くのが嫌だとか、めんどくさいからやることじゃないんだよ。もうめんどくさいなんていうこと自体に愛がないの。うん、めんどくさいって、もしお客のことをめんどくさいと思うんだったら、客もあんた,あんたと会うのめんどくさいと思われたとき、企業も仕事もなくなるんだよ。だそういう愛のないことを思っちゃいけないし、言っちゃいけないの。だから、まず自分がやってみる。 でいきなり紙加工じゃないの。まず自分が言ってみて。ね、だからさっきのセルフサービスのお水でもそうなんだけど、なおカウンターで自分の中へ出れないとしたら、お客さん申し訳ありません。あの、お水セルフなんだけど、うちの水ものすごく美味しいんですよって、最高の水使ってますから、ちょっと飲んでくださいとかって、そういうことをまず口で言ってみるの。何を言ったら一番受けるかを、まずきちっと と集約してそれから紙書くんだよ、ね、だからその違いがえらい違いなの。わかりますかえー、なんか追伸が多くて聞きづらくてごめんなさい。えー